ハーパゴファイトムプロコーンバンスハルパゴフィツム属は、ゴマ科の多年生植物。南アフリカ、東アフリカに生育する、ゴマ科の多年層。紫か赤のラッパー型の花をつけ、実には、硬い2本の爪状の棘を持つ。その実が硬い2本の爪状の棘を持つその形状から、デビルズクロウという俗名がついた。本属のほか、ツノゴマ属や、 西洋イラクサも同じデビルズクロウの名で呼ぶことがある。デビルズクロウの会計の民族的な植物の使用はアフリカ南部で始まった。このハルパゴフィツム属のタイプ種であるエイジプロコオンバンスはボツワナの花の紋章の一つで様々な痛みの状態の治療に役立つと考えられている。この植物やその抽出物であるハルパゴシドなどは抗炎症性のハーブ薬または 栄養補助食品として民間療法及び植物療法で使用されている。その有効性と生物学的な利用可能性について認められた臨床的証拠はないが、腰痛と変形性関節症の治療に対する限定的な効果が認められた。臨床研究の国乱レビューでは、デビルズクロウはプラセボよりも、 腰痛を軽減するようにも思われるが、そのエビデンスは中程度の効果であると指摘されている。副作用や抗炎症薬との薬物相互作用が発生する可能性があり、妊娠や心血管疾患などの様々な状態には注意が必要である。デビルズクロウは、下痢を引き起こし、チクロピジンとワルファリンの作用を妨げる可能性がある。ありがとうございます。